マリオットボンボイのポイント購入セール2022年第3弾がスタートしました。今回はマリオットボンボイ会員が対象で、会員に応じてボーナスポイントが異なるミステリーボーナスポイントでの開催となります。キャンペーン期間は日本時間の2022年6月1日22時から2022年7月16日12時59分までに購入手続きが完了となります。マリオットボンボイのポイント購入セールは、開催される時期によりボーナスポイント数や割引などセール内容が異なります。今回のポイント購入セールはマリオットボンボイ会員により異なるミステリーボーナスポイントでの開催となり、私に届いたのは 35% ボーナスポイントになります。これが多いのか少ないのか分かりませんが、 40%、45%、50% ボーナスポイントの方もいらっしゃるかもしれません。通常期はポイント購入は5万ポイントまでですが、今回のポイント購入セール期間中は合計10万ポイントまで購入が可能になります。ポイント購入セールの期間中はお得にポイント購入できるので、将来の旅行で無料宿泊や部屋のアップグレード、 ANA や JAL のマイルに交換できるのでメリットは大きいです。マリオットボンボイアミックスの無料宿泊サーティフィケートのトップオフ特典で最大1万5000ポイントが追加できるので、ポイント購入セールのタイミングで購入しておくとお得に利用できそうです。大きくポイントを購入しても安心してください。マリオットボンボイのポイント有効期限はポイント増減のあった時から24ヶ月後ですので、マリオットボンボイアミックスのクレジットカードを利用している間は有効期限が延長されるので、実質無期限になります。マリオットボンボイアミックスでポイントを購入する場合、通常のお買い物と同様にポイントを獲得することができます。マリオットボンボイ会員はミステリーボーナスポイントとして会員ごとに決められたボーナスポイントで購入ができます。2000ポイント以上を購入またはプレゼントするとボーナスポイントが獲得できます。日本時間の2022年6月1日22時から2022年7月16日12時59分までと1ヶ月以上実施されているので、夏休みにどこかへお出かけ予定の方はぜひポイント購入セールでポイント購入をご検討ください。ボーナスポイント分でホテルに無料宿泊したり、キャッシュ&ポイントでカード払いとポイントの組み合わせでお得に宿泊ができたり、使い道は多くあるのでお得です。マリオットボンボイのポイント購入セールは年間10万ポイントまでという購入制限があり、前回で10万ポイントを購入された方は今回実施のポイント購入セールは利用できません。ただし開催期間により15万ポイントまで購入可能な場合もあったりするので、その場合は残り5万ポイントまで購入が可能です。マリオットボンボイのポイント購入セールの注意事項を一部ご紹介。2000ポイント以上のポイント購入でボーナスポイントを獲得するには、日本時間の2022年6月1日22時から2022年7月16日12時59分までに購入を完了する必要があります。世界各地のマリオットボンボイ会員のお客様は2000ポイント以上の購入でボーナスポイント購入オファーの対象となります。ポイントを購入するまたはポイントを送るページを通じて、このプロモーションで獲得したボーナスポイントは年間購入上限10万ポイントの制限の対象外です。今回のキャンペーンはこのご案内をお受け取りになった特定のお客様のみを対象とした譲渡不可の限定オファーです。転送はご遠慮ください。このオファーはこのプロモーションのポイントを購入またはポイントを送るページからご購入いただいたポイントにのみ有効です。価格は1000ポイントあたり 12.50 米ドルとなります。新会員はマリオットボンボイプログラムにご入会後30日を過ぎた時点からポイントを購入することができます。マリオットボンボイへ新規入会の方は30日間はポイント購入できないルールがあります。マリオットボンボイ提携のクレジットカードでポイントをご購入になると、通常の購入と同様にポイントを獲得することができます。ポイント購入は購入手続きが完了してから72時間以内に処理されます。ポイントを外貨で購入される会員のお客様に対してはポイントは米ドル建てで販売されます。
レートはクレジットカード会社が処理した日のレートが適用になります。ポイントは世界各地のマリオットボンボイ参加ホテルでのご滞在はもちろん、マイレージプログラムなどマリオットボンボイと提携する第三者企業によるプログラムでもご利用いただけます。マリオットボンボイプログラムの全規約が適用されます。購入したマリオットボンボイのポイント利用方法。購入したマリオットボンボイのポイントの利用方法ですが、王道は世界中のマリオットボンボイホテルでの無料宿泊に利用することです。私の場合、ミステリーボーナスとして 35% のボーナスポイントですが、最大10万ポイントを購入した場合、 35% のボーナスポイント、3万5千ポイントと合算で13万5千ポイントになりますが、ボーナスポイントだけでも高級ホテルに宿泊できるポイント数になります。これが 50% ボーナスポイントの方であれば、ボーナスポイントの5万ポイントだけでザリッツカールトン大阪やセントレジスホテル大阪など高級ホテルに無料宿泊できるので、メリットは相当高いです。マリオットボンボイアミックスのカードを年間150万円以上の利用と継続で次年度の更新後にもらえる無料宿泊特典のサーティフィケートに、お手持ちの最大1万5000ポイントを追加できるトップオフのプログラムが2022年4月30日にスタートしました。マリオットボンボイアミックスプレミアムカード会員がトップオフを利用すると、最大6万5千ポイントのホテルに無料宿泊できるようになります。マリオットボンボイアミックスカードは最大5万ポイントになります。マリオットボンボイのポイント活用方法は、世界中のマリオットボンボイホテルの無料宿泊に交換が王道ですが、それ以外にもマイルに交換するとお得になります。マリオットボンボイのポイントはANA や JAL のマイルに交換することもできます。マリオットボンボイのポイントは40社を超える航空会社が参加しており、ほとんどのプログラムで3ポイント1マイルで交換が可能です。さらに嬉しいのは、マリオットボンボイのポイントを6万ポイントごとにマイルに交換すると、マイル還元率は 1.25% と高還元率で交換が叶います。ポイントの使い道が多く用意されているのもマリオットボンボイの魅力となり、マリオットボンボイアミックスを持ってみたい、使ってみたいというモチベーションが高くなります。クレカスタイルのブログで詳しくご紹介していますので、ご興味をお持ちの方は説明欄に URL を掲載していますので、ぜひ遊びにお越しください。